いやいや、よかったよかった、使えてね。はい、すみません。同じだ、君がさんとか。ほんまよ。ええ、はいはい、200円。おお、200円の人もいるし、値段なんじゃねえ。あ、そう。あれは売れ行きが悪かったわ。そうですか。思ったよりかは売れんかったな、ほんとに。こうどんどん売れるんかなと思ってた。まあ、結構なるけどな。そうですか。いや、けども作ったんじゃない。作ると立派、あのもう取ってきたんですけどね。どのぐらいあろう、50個ぐらいあるんじゃない、あれ。そうやろ。うん、まあね、もうあれ、もう家なんか嫌いでもええし。あ、楽なね。楽ないよ、あれ。あの重たいのか売れんだ。今年は売れるんです。今年は売れるんかね。ああ、わからない。ああ。結局ワイヤミタンはもうそこまででもあんまり売れないし、他のホテルとかに行ってもうますぎるって言われたけど、大きいやつに変えたんだけど。はいはいはい。これは飲食店とか。本職が使われるやつでかいな、ね、うん、困ってみたい。本当よね。味はでもええね。味はいいよね。我々は味だと思うな。あれがスーパーなんかの魅力はポジションカプチャーではやっぱり売ってないな。あ、そうですか。売ってない。うん、ポジションカプチャーの魅力はやっぱじゃない。あのスーパーなんかでもな、うん、考えたらやっぱりあのでかいでかで、うん、半分切ったら4分の1にしたりして売り寄って、うん、小さいんやったらそれがあれなものが仕入れの価格も安い、あ、安くて切ったものが高くて、あ、そういう考え方、うん、スーパーの方がでかい。今井さんに昨日もらったその何言うんですか、そのそこの売り。あとが。うん。あれね、味下手くそやったんかなんかしない。僕はこの前なんか風邪ひいてからね、味覚がちょっと変な。コロナやないけどね。いや、知らんけど。コロナやないって言っちゃって変だった。あ、ほんと。これ僕の友達なも、今なんぼ80歳ぐらいやけど、北海道の人やけどね、コロナ全然関係なしに味覚がもうなくなってしもとる人多い。まあ、あれはコロナの症状は味覚もなくなる。あ、もう、なったことあるん。みんな言ってない。あの簡易検査もしてない。何もしてない。あ、外国で強制的に行かされたことはあるよ。そんなは大昔やけんね、もう。あの簡易検査のやつはあの薬局に売るよ。あ、ほんと。そうよ。なんぼでも売るよ。病院で検査したりとか、それで簡易検査でで、うん、大丈夫やったらもう。今井さんが言い回しておるけん、あれなんかあれをトラクター、トラクターやったらユンボを借りてきたんかなと思ったよ。やっぱあのかぼちゃのほら粒が取れへん。うん、あのかぼちゃも病気になっとったけどな。あ、そうですか。あんな燃やさんかったらもうさ、病気の菌が。へえ。何でもこうよ。ああ、ほう。あの、俺は
また来年。ああ、そうですか。秋のな、秋のおもてなし飲食店はな、与那原物語に出してる人なんだけど、ああ、はいはい。JR のな、秋のおもてなしで、和食だけで炊かないかんと思うとか、どうですか山で食べたら。いや、僕らね、もう炊いて食べたいよね。全部炊いた、ほやろ、半分やろ、大体うちらどのくらいだろうね、あの大きさで半分、一回で半分で、あれ僕らね、こう持ってゴロゴロしよったらね、これチカチカしてね、この辺が刺さったんかな、トゲがあるね。あ、あるよ。あ、ごめん。ヒゲ。そのままやったっけ。あれ、右で洗わんかったんかい。洗わず渡したんだよ。水で洗うんよ。あ、ほんと。僕や、わしもな、あれ、最初に。知らんかった。チカ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 して。昨日のそのまま、おい、誰だ、誰だ、チカチカするから。おうよ。夜中に見たら、あれ、え？知らんわね、ほんと。あ、そうですか。この辺がチカ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 しだしてくれ。おいじゃん、これ。ヨロさんに聞いたら、あれは水着ですから。これからじゃあ上お寺と食べる草引きするけんずっと、水、